アシュタラクはアルメニアの工業都市。町の名はアルメニア語で、とを意味する。首都エレバンから北西へ2 0トルほど行った笠具、川沿いに位置し、アラガツオトゥン地方の中心都市でもある。人口は約3万人。アルメニアの三大都市であるエレバン、キュムリ、バナゾルをつなぐ幹線道路の要衝である。伝承によると、その昔アシュタラクには3姉妹が住んでいて、 三人とも、サルギス王子という男と恋に落ちた。上の二人は末っ子を幸せにさせるため自殺を決心し、カズとはアプリコットのようなオレンジ色をしたドレス、もう一人は赤いドレスを着て強国に飛び降りた。その後、二人を探し当てた末っ子も白いドレスを着て、同じ組を投げた。王子は忍者となり、強国の縁に三つの、 小さな教会を見つけ彼女たちのドレスの色にちなんで、それらを命名した。そのうち最も良い状態で保存されているのは、赤みがかったという意味のカルムラボール教会である。7世紀に建造され、中央部は十字型になっておりドームは赤色とオレンジ色に塗られている。八角形のドラムもある。その他の二つは、白みがかったという意味のスピタカボール教会と、 オレンジ色をしたというトシラナボル教会で、スピタカボル教会は5世紀から6世紀にかけて、トシラナボル教会は13世紀から14世紀にかけて建てられた。この二つは同時に発見されたと言われる。この他にもアシタラ国には二つの歴史的な教会がある。聖サルギス教会は19世紀に宗教改革以前の建造物と建て替えられたもので、教国を見下ろす場所に位置し、 前述の三教会も見える。最近になって外壁の大部分が改装された。アシュタラク最大の聖マリアン教会は町の中心部に位置し、外側からは長方形に見えるが内部は十字の形になっている。前述の八角形のドラムもある。町でもう一つ面白いものは聖サルギス教会の真下の峡谷に架かる橋である。 これは1664年に完成したが、3つのアーチからなる特徴的な形をしている。サッカークラブのカサフアシュタラクが本拠地としている。ありがとうございます。